株式会社秋田と一夜は、秋田市南通り築地に本社を置く企業を、スーパーマーケットを運営する。山形県酒田市に本拠を置きスーパーを展開すると一夜が、秋田県への進出にあたって、1962年に秋田と一夜を設立。2001年2月の段階では、秋田市内に発展のほか、小菓や五条目町にも店舗を構えていた。 この他同社は焼肉店を運営する完全子会社のエルバートも設立した。秋田トイチアは1992年3月期には約95億円の燃焼を上げていたが、その後大型店などとの競合激化によって年々売り上げが減少した。また設備資金を借入金に依存していたため資金売りが悪化。同社は 資本金を減資するなどして、金策に努めるが、銀行から新規融資を断られ、自主債権を断念。2001年2月26日、秋田地裁に、会社構成法の適用を申請し倒産した。また、同日にはエルバートも、会社構成法の適用を申請し倒産した。負債総額は、両社と合わせて、約40億円。 2001年7月23日、秋田地裁は、秋田と一夜の構成手続きの開始を決定し、市内で、ディスカウント店を経営する、ドジャース商事の比企野安次社長が、事業管財任に選任された。また同時に、エルバートの再生手続きも開始が決定した。比企野社長は、事業管財任に選任後、労力の9割を、秋田と一夜に注ぎ、 経費のかかりすぎていた経営体質を改め、仕入れの効率化や売り場の見直しなどを進めたほか、店舗を5店舗までに削減した。2006年3月、秋田トイチ屋は、商工組合中央金庫から約4億円のディップファイナンスと受け、2014年3月期までとしていた債務の弁債を7年前倒しで完済し、構成計画は終結した。 構成計画の集結によって、秋田と一夜の店舗は、ドジャースブランドに転換し、ディスカウントスーパーとして運営されている。ありがとうございます。